情報テクノロジー学科1年10組平山です。重箱かけるマッピングドローン発表あります。僕が作った重箱は大体こんな感じで、その中にキッチン、棚、スクリーン、机、出入口、ベッドを設置します。で、長期滞在に向けてこのキッチンは木で作ります。で、火災に備えてそのコンロは IH にします。で、この棚に非常事態に備えて必要なものや最低限の物資を用意して、 PC の利用に必要な Wi-Fi なども設置するつもりです。ドローンでマッピングしたエリアなどの情報をシェアするために大きいスクリーンを用意します。話し合う時に PC を使ったりするための机も用意します。で、重箱自体に GPS をつけてその日動いたところを確認できるようにすれば、無駄がなくて、まあ効率よくその動いたところをマッピングできるなと思ったんで、そうします。で、重箱の屋根にソーラーパネルを設置して、ここから作った電気でそのキッチンとか、まあいろいろ使う電力を補充するつもりです。で、ここにドローンを飛ばすときに必要なそのヘリポート、着地するときとか飛ばすときに使います。外観が大体こんな感じで、上から見たときがこんな感じです。ありがとうございました。